かわいい餅もある。食べてよ。食べよ。私はご飯2杯ぐらいじゃ足りないので、食べます。なんかお腹いっぱいで眠くなってきちゃった。もう寝て。やーだ。もう寝てきなさいよ。美味しい。うまい。ちょっとコーヒーとか。そう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 。それ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 。気をつけてよ、もちまり。気をつけてよ、気をつけてよ。ああ。うま。うん。美味しい。何みたいの？何でもいいよ。美味しい、それ。美味しい。ちょっと一口を。はい。お前、そういうことすんなよ。普通。あーんってするんでしょ？何？だから口の中に入れてピュッつって。いや、別に良くない？落ちたらどうすんだよ。落ちたら拾えばいいじゃん。何言ってんの？ひどい男だね、ほんとに。いや、全部食ってよ。うん、じゃないよ。もう、くじつけたし。いやだ。そう、いいよ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 。やばいよ、お前、ほんとに。ねえが？俺への当たりが。普通じゃねえみんな。当たりじゃねえし。みんながそんな感じだったら俺やるわ。当たってないし。なんなんだ。あげてるし。なんかちょ、カヌレ。ちょ、カヌレ。美味しい。わかんない。カヌレって、なんなのってこと。カヌレ。ちゃんと食べたことないよね。うん。木をイメージしてんだっけ？なんかその、なんかもちっとしてるんでしょ？割れない。割れないじゃん。うん、見た目に反してもちっとしてるんでしょ、これ。確か。あ、美味しい。うんうん。うまっ！うん、美味しい。こんなんなんだね。うん。あんたさ、LINE とかすぐ交換できるタイプ？交換できるタイプ。今日知り合ってとか。あ、できる。なんか、うん。そう。なんかできなくはないんだけど。うんうん。なんかその場限りの LINE 交換って意味ないなって思って。ああ、めっちゃある。今後もちゃんと仲良くしてとか、うん、しっかり関わっていくなら、うん、なんか繋がりたいなって思うし、うん、しっかり繋がらないなら別に交換する必要ないのかなって思っちゃう。ああ。まあ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 、それはそうね。それはあると思うけど、うん、なんかその場のノリとかで交換はしちゃうかも。で、別に、そっから発展することあんまないっしょ。ないね。知らないうちにさ、メンバーがいますみたいな感じになってるときは、誰だったんだろうっていうのもある。そうそうそう。逆はないけどね。何逆は？なんか、その、もうこの人と関わりがないから、消そうみたいなことはないけど。もちろんもちろん。そりゃそうなんだけどさ。だからなんかさ、例えばインスタとかでさ、他のさ、うん、なんか、インフルエンサーっていう言葉があんま好きではないんだけど、他のさ、配信する人とかとさ、つながることってほぼないよね。だってその場限りになるのも嫌じゃん。そもそもつながることになってない？ない。そういう人たちって、発信が主だから、うん、反応しないもんね。他の人の反、あの、発信に対して。しないんじゃない？俺もそうだし、うんうん、自分が一番なとこあるもんね、発信する人たち。うん、でも発信がメインになってるからじゃないの？ああ、そう。だからそのさ、例えばさ、ツイッターとかでさ、うん、誕生日になりましたっていうに対してさ、うん、あえてそこでおめでとうっていうのはさ、ちょっとなんか見せびらかしてる感があるじゃん。ああ。だから俺は普通に誕生日迎えた発信してる子がいたら、うん、俺は LINE とかでおめでとうって言いたいな。あ、別でね、その場所でじゃなくてね。うん。なんか、あまりにも、ちょっと、薄いというか、お上辺になっちゃうなーって思ってはいるんだけど、まあ、これはちょっと、個人的な。そうね。だからさ。いや、なんかそこで言う必要ないじゃん、みたいな。Facebook とかも。Facebook とかってさ、よくさ、なんか、今日は何々さんの誕生日です、メッセージを送りましょうみたいな感じあるじゃん。うん、まあ俺も人によるけど、結構なんか送っちゃおうかなって思っちゃうタイプなのよ。そこで。うん、別に LINE とかで繋がってるからそこっちで個人的に言えばいいんだけど。なんかストーリーとかに関して、うん。
なんか、いいとことか行ってる人とか見ると、そこで会話することはあるけど。普通にそれで、めっちゃいいじゃん、みたいな。うんうんうん。っていうのはちょこちょこあるけど、ちゃんとしたその話とかは、LINE でしたいなって。ああ、なるほどね。この人と仲良くしてる自分ってなりたくないなって思っちゃう。あ、そういう風に見られたくないみたいな。うん、ああ、へえ。そうなんだね、うん。いいじゃん。仲いいんだからさ。仲いいアピールすれば。あ、こことここ仲いいんだ。ああ。嫌なの？そういう風に思われるの嫌なの？思われるっていうか、この人と仲良くしてる自分みたいな風に見られるのが嫌だ。ああ、そうなのね。うんうんうん。で、本当に仲いいか分かんないし。そういう人たちって。本当に仲いいの？まあ、人によるんじゃない？うんうん。それこそ仲いい人は仲いいだろうし。うん。ビジネスライクな人もいると思う。そうね。それはもう、人それぞれ。で、それでさ、なんかさ、じゃあ例えばツイッター上でさ、うん。まあ、誕生日になりましたって、その人がつぶやいてて、うん、で、おめでとうってさ、言うじゃん。また著名人の人が。で、それで反応するのはいいけどさ、もしさ、それで加わってなかったら、本当は仲良くないんじゃないのみたいな、見られるのも嫌だ。だって、LINE で言ってるし、てか、あえてここで、おめでとうって見せびらかす必要ないし、って思っちゃう。でも別に翔ちゃん、あれじゃん、インフルエンサーじゃねえし。そんな、有名人でもない。いや、全然。気にすることないんだよ。そんな、なんか自分がなんかさぞ有名人みたいな感じなんか、おっしゃってますけど。じゃあもう、やめようかな。やめようかな。今、これ。なんでよ。消そうかな。なんでよ。やだ、なんかそう言われたらそうだなって思っちゃったからさ。うん。でも、傍から見ててってことじゃないの？自分だったら嫌だなってことでしょ？そう。なんか、有名人同士で仲良くもないのに繋がるっていうのも、俺は必要ないなって思う。本当に仲良かったら、仲良くとか、仲良くなりたいんだったら繋がるのはあれだけど、そういうなんかビジネス上として、繋がる人っていうのは何なんだろうって思っちゃう。でもどうなんだろうね。俳優さんとかでさ、共演しましたとかでさ、なんか、よく一緒に飲みに行くようになったとかいう話も聞くじゃん。はいはいはい。だからまあ、現実に、実際本当に仲良くなって、友達になるパターンもあると思うけどね。あるか？あるんじゃないの？なんかいやいや言ってるのかな？いやいやではないでしょうけど、2回目があるかどうか、3回目があるかどうか。で、なんかよくさ、その飲み会の時にさ、俳優とは、みたいな話をさ、熱くするとかいう話も聞くじゃん。うん、それはちょっと、めんどくせえなと思うよね。うざいなと思うよね。楽しく飲めばいいのにと。まあでも、それで、同じぐらいの気持ちの相手の高め合う飲み会はまあ悪くないかなって思う。こっちがもう、ちょっと気持ちが今そういう気持ちじゃないなっていう時にそんな話されると嫌かも。まあ確かにね。まあでもそういう相手だとしたら前もって、うん、今日はちょっとそういう真面目な話とかよくなく嫌で、うん、とりあえず飲みたいから、うん、いろいろちょっと話を聞いてとかいうやつに対して、うん、あ、そういう日もあるんだ、わかったっていうふうに理解してくれる人だったらいい。でも大体職場の飲み会とかさ、そういうのに行くとさ、もう仕事の話になるよね。だってさ、まあそれはわかる。だって話題ないじゃん。うん、あんまダラダラ飲むのが俺はあんま好きじゃないから。なんか、上辺だけのビジネスで繋がる人って嫌だ。寂しい。まあ、そうね。うん。この人と仲良くしとけば、自分もいいみたいな人はチラチラ見るもん。じゃないと、あえて、誕生日の時おめでとうなんて、いちいちツイッター上で言う必要ないと。LINE でするもん、直接言うし、手が伸びるし。そういう人多すぎる。わからんでもないけどな。なんかちょっと軽くでも繋がっといたら、いざという時になんか、声かけやすいとかさ。うん。で、言うてないじゃん。まあないけどね。なんか最近その AV がちょっと慢性化しててさ、自分の中でさ。あー、そうなの？うん。なんか、何でも見てきましたって感じ。いや、翔ちゃんすっげー見てるよね。俺すっげー見てるし。すんげー見てるしさ。なんかもう、もはや、うん。もうドラマとか好きじゃん、めちゃくちゃ。もうそのレベルの、あれで見てる。うんうんうん。
もうなんかそれも込みだったらもう俺ドラマとかもう年間2000本ぐらいは絶対見てるよね。それも込みだったらマジで。で、何がマンネリ化してんの？どういうところ？ネタ？ネタ。ああ、そうなの。もう女内容しかないの。顔。あと。ああ、若い子。うん。なんかタイプが同じような、うん。子ばっかりいるってこと。ああ、それもちょっともう、問題じゃないけど解決すべきとこはあるよね。ああ。なんか前髪系しかいないじゃん。ああ。いや、てかこれは説教、俺もだし。世間的にもそうだし、あれだけど、前髪系しかいないじゃん。そうかもね。うん。もう韓国のアイドルの子なんて、もうみんな顔もあれも一緒よ。うん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 。顔も髪も。確かに。見たような顔ばっかりよね、ほんとに。わかんないもん、もはや。うん。どういうジャンルを求めてる？言えるか、ここで。そんなん言えない。ほら、マンネリ化してるって言うからさ、言わない。もっとこういうジャンルのやつが増えてほしいとかさ、言えないよ。こういう。ダメ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 。あんたのお母さんのって見てんだから。どういう気持ちよ、こんなうちの親は別に、ね、もちろんどうってことないと思う。どうってことない、うん、どうってことないって言い方は良くないけど、まあ、うんうん。うちの親はほら、割かし、ざっくばらんとしてるから。ああ、うんうん。まあ、見るでしょ。そんなもん、みたいな感じだと思う。なんか学生の時とか隠してなかったの？エロ本とか。隠してたと思う。親知ってる？知ってた？どうなんだろう。知ってたのかもしれないし。うん。あ、でも俺はね、あんまり自分で買ったりとかして、できなかったタイプだから、はいはいはい、弟がいるからさ、弟が隠し持ってるやつを見たりとか、うーん、あと多分小さい、あー違うから、やっぱ神社の裏とかに落ちてたよね。なんか、エロ本なんなんだろうね、あれなんなんだろうね。なんかみんなそういうとこで読んでたの。あ、でもまあ誰も来ないし、うんうん、ちょっとね、暗い場所、うん、だからかな。やっぱ、同じような年代のさ、はい、子たちがさ、やっぱどこかしらから入手してきてさ、うん、そういう人気がないところでさ、やっぱ見たりとかして、で、そこでもう置いてったりとかしてたの、ね、なんか今考えるとすっごいなんか、その漫画って王道な感じよね。あ、まあまあそうね。なんか、すんごいさ、おっきいお胸の人がさ、そうね。そうそう、それが、すごい描写とか。確かに確かに。でもほら、翔ちゃん BL も漫画も好きじゃん。はいはい。漫画本。うんうん。どっちが燃えんの？その作品をどういう目線で見てるかってよるのね。ああ、そうなんだ。うん。真面目な、そういう漫画だった場合は真面目に見てるし。うん。真面目な、そういうなんか BL 漫画もあんの？うん。だってそれこそなんかほら。あるんじゃない？え？翔ちゃんが見てるのってさ、チェリマホだったりとかさ。うん。全部。そういうのじゃないの？全部。何見てるっけ？結構エロい描写があるやつ。そんなこともないと思うよ。あ、ほんと？どっちかっていうとそっちじゃない方が好きだし。ああ、そうなんだ。うん。ああ、漫画に関しては。ドラマもよ。ああ、ドラマもね。うんうんうん。でも AV はそういうのがないと嫌でしょ。AV なのか、それそうだろ。何のために AV 見てんだよ、じゃあ。